新型コロナのゴ類移行後初めてとなるハロウィーンまであと1週間渋谷区長はことしも混乱を防ぐため仮想空間で楽しむよう呼びかけましたスマホやパソコンで利用できるバーチャル渋谷では仮想空間上で再現された渋谷の街を自分の分身、アバターで自由に歩き回り集まった人と交流したりイベントに参加したりできます。 今年で4回目となる今回のイベントでは、新たに遠く離れた人と一緒にカラオケが楽しめる機能も追加されました。例年、多くの若者が集まり、飲酒などによるトラブルが問題となっていた渋谷のハロウィーン。長谷部区長は新型コロナ5類移行後のインバウンドによる外国人観光客の増加で、今年はさらなる混乱の可能性があるとした上で、 バーチャル渋谷の利用を呼びかけています。なかなかこのハロウィン期間をですね、こう街で楽しんでもらうっていうことは難しい状況です、リアル以上に楽しめるコンテンツもたくさんあるので、ぜひこちらで楽しんで渋谷を感じていただければというふうに思います。